ルイ四世、ルイ四世は、西フランク王国の国王。ドイツ語ではルートビヒ四世。シャルル三世と、イングランド王、エドワードの娘エドギフの息子。920年9月10日、ランで生まれた。923年に、父のシャルル三世が拘束、廃位されたため、当時わずか3歳だったあるいは、母と共に王子である、イングランド王アゼルスタンのもとへ、海を越えて避難した。 そのため彼にはトランスマリーナスのあだ名が付けられた。936年、全王ラウールが没し、ルイは遊具大公によりフランスへ呼び戻されて退官した。しかし彼の統治権はランの町と北フランスのいくつかの場所に限られていた。ルイ四世は対立する貴族に自らの王権を認めさせていったが、遊具大公との間には対立は絶えなかった。 939年には神聖ローマ皇帝夫一世とロタリンギアをめぐって争ったが、結局同年にルイ4世は夫を一世の妹、ゲルベルガと結婚し、ロートリンゲン大公位は夫を一世の弟ハインリヒ一世に与えられた。ゲルベルガは同年に全プロートリンゲン大公、ギゼルベルトと死別していた。954年9月10日、ルイ4世は、 ランスで落馬事故のため死去し、サンレミ聖堂に葬られた。王位は息子のロテールが継いだ。東フランク王ハインリヒ一世の娘で、ロートリンゲン大公、ギゼルベルト未亡人ゲルベルガとの間に、一家の子女がいる。ありがとうございます。